こんにちは、チョメです。ではストーリーパート5分の1からやっていきます。秘密裏にベルーラと会おう。後半に久しぶりにやってきました。私に会いたい理由って何？ゲームズ？ヘイデンは別に来なくてもよかったんじゃない？病院に一緒に行ってから私と友達になったみたいに振る舞ってくるんだけど、友達が増えた方が君にとってもいいかもしれないよ。だけど君が話したかったのはそんなことじゃないんだ。ワークを見つけるのを手伝ってくれた俺を言いたかったんだよ。君の言う通り、聖マンゴに R のメンバーが侵入してた。捕まえたの？いいや、他のメンバーが助けに来て逃げられたよ。メルーラ、七変化の闇の魔女が誰なのか知りたいんだ。それは、彼女のことは話せないわ。何者なのか知る必要があるんだ。どこに行っても彼女の影がちらちらつらついてくるんだよ、メルーラ。君も僕も求めてるものは同じだ。お互い R を破壊させたいって思ってる。だけど、それには君が知っていることを共有してもらう必要があるんだ。君が二重スパイとしてリスクを負っていることを分かってるけど。分かったわ。知っていることを全部話してあげる。二度と言わないから、ちゃんと聞いててよ。なんか怖いな。突然現れたらどうしよう。3時間星3個で合格。闇の七変化について話し合う。彼女の訴訟が絶対にそうだって信頼が持てるのか？こっちは異常なしよ。怪しい人はいないわ。心配しないで、私がしっかり見張ってるから二人でゆっくり話してね。彼女とはどうやって知り合ったんだ、メルラ？なんか石もタップできるんだけど。この石綺麗だね、すごく。彼女の考えを変えるのって無理ね。岩みたいに、こうと決めたら絶対に動かないの。そういう人いるな。あんたには何も話せないわ。後でどんな仕打ちに会うかわからないもの。階級で言うと闇の七変化はすごく上よ。階級とかあるんだね、やっぱり。彼女は一瞬でどんな奴も消し去ることができるの。ものすごい力を持った人なのよ。彼女を指揮官と呼ばれてるの。大勢のメンバーを束ねてる人物よ。指揮官に、なんて書いてある？見染めてもらうのはほぼ不可能なのよ。あんたには何も話せないわ。研究する。調査で進展がありそうだって思うと、あの魔女が必ず現れるんだ。君が不安に思う気持ちはわかるけど、この魔女について情報を共有してくれるとすごくありがたいんだ。彼女の訴訟が絶対にそうだったとしても確信が持てるんだ。まあ、素顔みたいな感じか。こっちは異常なしを怪しい人はいないわ。星さんでね、ちょっと止めておこうかな。どうしよう。ただエネルギー結構余ってるけど。はい。これでちょっと置いておこう。おお、何？右上。上なんか光り始めたんだけど、これはなんだ？進行を早めるためにタイマーをタップしてください。あ、そんな機能が追加されたんだ。へえ、手始めとして6つのタイマートロフィーをお渡ししています。お、いろいろ集まってる。ありがたい。あ、やばいやばい、なんかやっちゃった。おー、手に入ったとか。びっくりした。チュートリアルか。進行を早めるためにどの方法を使うかタップしてください。これは広告を見るをちょっと選んでみようか。あ、ダメだ。選べないんだけど。え、これ選ぶ感じ？使用したい。トフィーの数を調整してください。使う数が多いほどスキップできる時間も長くなります。これ無料でもらえてもう使いなさいみたいな感じなのか。まあ、しょうがないな。使いましょうか。はい。これは確か3時間進めることができるんだよね。真ん中はフルで6時間とか。ラッキーだな。じゃあ使ってみるか。はい、クリアしました。よかった。私全然アップデートしてなくて、指導アップデートしたけど今チュートリアってたわ。ゲット。つまり、この七変化の闇の魔女は指揮官と呼ばれてて、R の中でも上層部のメンバーなのか？君が知っているのはそれだけか？君を R に引き入れたのは彼女なんだろう？メルーラ、他にもまだ何か知っているのなら、知っていることは全部話したわ。他には何も知らない。メルーラ、どうして私があんたに嘘をつくと思うの？彼女のことはそれしか知らないって言ったでしょ？どうして信じてくれないの？いやー、信じてるって、メルーラ。君のことは信じてるよ、メルーラ。信じていないような振る舞いをしてたなら謝る。ごめん。別にいいのよ。前とは状況が違うから、私が何を知ってて何を知らないのか、もう嘘をつく理由なんてないの。わかったよ。君は他に何も知らないっていうのがはっきりした。もう話を次に進めよう。あんたとは意見が食い違うことがよくあるけど、気をつけた方がいいわよ、ゲームズ。指揮官を甘く見たら痛い目に遭うわ。うん、レイクピックよりも強いかもしれないって思ってる。レイクピックは無鉄砲でミスを犯したわ。でも指揮官はミスなんてしないの。絶対にね。メルーラ、もしかして僕のことを心配してくれてるのか？あんたがバカをして私のことがバレたらどうしようって心配してるのよ。とにかく、間抜けなことはしないでよ。それじゃあ私はもう行くわ。ヘイデンに私の友達ずらしないように言っておいて。
直接言えばいいのにメルラも。あ、またついていっちゃった。これは無理だな。今メルラが言ったこと、マッドアイにも知らせる必要があるな。早速、魔法省に行ってこよう。いや、マッドアイももしかしたら偽物になってる可能性もあるからな。怖いよな。今後そういう事件が起こるからな。今なら時間がある。話したいことはなんだ？すぐ行きましょうか。ちょめ、私よ。トンクスよ。今、マダム・アンブリッジから隠れてるの。みんな怖いな。どっかに偽物が隠れてる可能性もあるからな。弓笑いには休みなんてない。だからこの仕事が好きなんだ。また呪いを破ったんだって。すごいな、ちょめ。レグ。会いに来てくれてありがとう、マッドアイ。メルーラから新しい情報をもらったから君に伝えなきゃって思ったんだ。アールの七変化は指揮官って呼ばれてるらしい。それから組織の上層部の人間だって。そうか、アールの組織図が少しだけ見えて助かる。これで彼女の正体を完全に不明ではなくなった。それから聖魔号で働いてるバークはアールのスパイだったよ。それを問い詰めたら決闘になって。だけど、なんだ？話してくれ。逃げられたんだ。指揮官が病院に姿現し術でやってきて、バークと一緒に逃げたんだ。だけどその前にバークが言ってたんだ。アールが何をしようとしてるのか分かれば、僕もあいつらのところに来るはずだって。そうか。ごめん、マッドアイ。バークとメルーラから聞き出せたのはそれだけだ。謝る必要などない。よくやってくれた。メルーラを二重スパイにした結果が、早くもいい形で煽られているのは喜ばしい。だが、聖魔号に生きたことで二重スパイとして働いていることを危うく気づかれるところだったのは心配だ。動いてるね。気をつけるんだぞ、チョメ。これからもコーリーには連絡係や見張り係として貢献してもらうんだ。さて、それでは今起こっていることについて話そう。君も知っておいた方がいいと思うからな。うわ、びっくりした。なんか最近ね、エラー多くないですか？3時間星3個で合格。近況について学ぶ。マッドアイは深刻な顔をしてる。しっかり話を聞いた方が良さそうだ。メルーラが聖魔号に来たことで彼女のことがあいつらにバレてないといいな。コーリーにこれからも連絡係をしてもらうって約束するよ。ダムルドア先生と話し合ってジェイコブを隠れ家に移動させることにした。いろいろ片付けようとしてるんだがなかなか片付かないんだ。マッドアイが心配そうにしてる。指揮官のことかな。左とか右、まあ右もちょっと見れるね。右から行ってみるか。プロの呪い破りになろうと思ったことはあるか。なろうと思ったことはあります。この指名手配ボードに追加するべき人がもう何人かいるよ。別件で出かけなきゃいけないんだ。励ましの言葉を頼む。チョメもいつかなんか指名手配とかされてるような気がする。マジで。私これ卒業したら R のメンバーになってると思ってるからもう。マッドアイは深刻な顔をしてる。いや、ネタバレとかじゃなくて予想です。もうアップデートをどんどんされてるから私この先わかんないからね。私のことは気にしないで、普通の魔法省の職員なんだ。まあでも昔から外れてるけど私の予想は。メルロが聖魔号に来たことで。じゃあこれちょっと星3個集めて、またちょっとあの時間のやつやってみようと思う。さあ出てきた。CM を見てみるか。あ、なるほど。広告を見たらこんな感じに10分間できますよみたいな感じで使う。まあ何度か右上広告なんか見れるみたいなんだけど、10分か。だからもう調整するっていうので使うのはいいけど、ちょっと長いからね。私はこれでちょっと放置してみようと思う。2時間42分。ただ次または終わった後に3時間待ちとかもあるかもしれないから、もしかしたら星5を集めておくかもしれない。そんな感じで。はい、3時間経過しました。広告も見ました。ゲット。結構見れましたよ、広告。兄さんを隠れ家に移動させるのか？そうだ、ダンブルドア先生と話し合って、それが彼にとって一番いいだろうという結論に至った。ジェイコブはウィゼンガモット裁判で証言しないといけないから、また呪いにかけられては困るのだ。裁判いつ行われるんだろうね。ずっと先送りになってるけど。うん、そうだな。白いローブの魔法使いがアズバガンから出てこないようにするのが重要だもんな。ああ、それにはジェイコブを隠れ家に移すのが最善なのだ。隠れ家についてもっと教えてもらえないかな。質問に答えてる時間はないが、一つだけならいいだろう。わ、これ重要だ。どこにある？誰が保有してる？どれくらい安全だ？一番右にしてみよっか。46じゃない人もいるかもしれないから。その隠れ家がどれくらい安全なのか教えてくれ、マッドアイ。前にも隠れ家として使ったことがある場所だ。君の兄さんがそこにいるとは誰も思わないだろう。ジェイコブにとってこれ以上に安全な場所はないと保証する。さあ質問に答えたぞ。もう行く時間だ。うん、兄さんがウィズガンモット裁判で証言できるように安全な場所に連れて行こう。いや、他の選択肢も本当気になるね。
聖マンゴに行く。あなたが病院から姿現し術で移動するための許可を申請中です。3時間待たずに一気に終わらせて4時間待ちやった方が良かったです。ちなみにこの聖マンゴに行くも、右上広告を見るとかも追加されておりました。